はい、こんにちは、増田です。いつものですね、ビデオを今日も送っていきたいと思います。ということでですね、今日はですね、ちょっと目が、最近ちょっと悪くなったんで、このメガネですね、ちょっと喋っていきたいんですけれども、ご勘弁ください。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さて、今日もですね、ビデオレターにですね、行きたいと思うんですけれども、今日のですね、質問はこれですね。マサさんのこれからの展望とかですね、マサさんは何を目指しているのですかってことについてですね、お話をしていきたいと思います。まあ、この質問ですね、よくされるんですけれども、僕はこれからですね、展望としてはですね、まあ、MSD というですね、まあ、異業種のですね、経営塾というのをやってますんで、そういう人たちをですね、海外に出していって、世界にですね、日本の素晴らしい文化とか、素晴らしい商品とか、素晴らしいサービスっていうのを、輸出していきたいなと。ただですね、これ日本でただやっちゃうと、ただの輸出ビジネスで、財務的に日本円になっちゃうんで、ドルが使える国でですね、これをやりたいなと思っています。で、僕自身のですね、個人は何を目指しているのかってことなんですけれども、皆さん、これ見ておられるあなたもですね、まあ、1万円札見たことあると思いますけれども、これ OG ビーフじゃないですよ、1万円札ね。1万円札見たことあると思いますけど、今の1万円札って、福沢諭吉さんですよね、慶応義塾をですね、創立されたですね、偉人ですけれども、僕その次の候補にですね、ちょっと手上げようかなと思っててですね。まあ、これ聞いているあなたもですね、今そんな冗談半分、どうなんやろうとかって思ってると思いますけど、結構この2年ぐらいはずっと毎日とか毎回言ってますんで、なかなかまんざらでもない。どういうふうにですね、日本を発展させていくか。この、今ですね、75年周期で言ったらですね、この二回り前のですね、周期が明治維新になるんですね。で、まあ歴史をですね、ご存知の方もご存知でない方もですね、まあわかるかもしれないですけれども、この江戸から明治にですね、この時代が移り変わるこの明治維新の時の時代だと今僕思ってるんですね。その時代において何が、これから先ですね、重宝されるかとか何が重要なのかってことなんですけれども、大きく変わる変革というのがですね、ポイントになってくると思います。こんなメガネはめてですね、何が変革やと思いますけれども、何せですね、今間違っている考え、今いびつな考え、今奇抜な考えというものが次の時代に行くとき、この2020年を超えていたときぐらいにですね、ちょっと東京オリンピックがありますけれども、すごく大変革があるんですね。日本のポジショニングは世界においてどういうふうに見られているのかっていうですね、そのポジショニングを作っていくのが自分の仕事かなと思っていますんで、それを根指すですね、仕事は仕事でも、ただお金を稼ぐ仕事ではなくて、志事っていうのを目指していきたいなとやっぱ思っています。はい。なので、このですね、展望とかですね、何を目指しているのか、僕が目指しているのは、一万円札の顔になること。まあ僕多分きっと死んでから何十年も、まあ、もしかして、もうお金がなくなってるかもしれないですけれども、まあなくなって、僕ですね、100ちょっとまで行きたいと思ってますんで、あと何年ですか？今僕33歳なんで、あと70年、80年、90年後。ですね、自分たちの貨幣のですね、顔としてですね、ご先祖様、というかに尊敬されるような、そしてですね、ご子息のですね、みんなにですね、尊敬されるような、そして一緒にですね、頑張ってる仲間たちがですね、尊敬してくれるような、自分たちがそこのチームというか、そこの組織に属していることが誇りに思えるようなパイオニアになっていきたいなというふうに思っている次第です。ちょっと長くなりましたけれども、僕の展望としてはそんな感じです。いかがだったでしょうか。またですね、次回もお会いしましょう。次回はですね、好きなものはっていうことですね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、次回も楽しみにしておいてください。それでは、また次お会いしましょう。さようなら。